去年張本に負けてからこの1年間本当に苦しい時期というか、すごく努力を重ねてきて、何としてでもこの今年の全日本選手権で優勝したいという気持ちが強くて、改めてこの1年振り返った時に、これから先も同じようにこの努力を続けていくっていうのは正直厳しいんじゃないかなというふうに感じました。なので現在でもこれから先全日本選手権に出ようという気持ちはないです。今日本の中で世界ランキングは3番目の位置につけているので、このままいけば東京オリンピックに出場できないので、非常に厳しい立ち位置にいるんじゃないかなというのは思いますね。今度のアジアカップも僕は出場できませんし、アジアカップに出ないということはワールドカップにも出場できないので、そこでポイントがかなり広がってしまうと思うので、厳しい状況になるとは感じてます。今回の全日本選手権では非常にいいプレーができましたし、去年に比べて自分の卓球も変化してきて、最近よく言われる高速卓球に少しずつ対応できてきてるんじゃないかなというふうに感じます。今ヨーロッパのレベルっていうのは全体的に下がってきていて、やはりアジア人の卓球っていうのはみんな中国を筆頭にすごく速くて、スピードがあって威力があって、とにかくこの高速卓球を打ち破らないと絶対に世界を取れないので、自分ももう2年ぐらいずっと練習をしてきて、やっとこう試合で使えるようになってきたんじゃないかなと思ってます。世界ランキングのポイントがすごく高くもらえるので、世界卓球での順位っていうのはものすごく大事になってくると思います。また自分が卓球を始めた時からオリンピックと世界卓球でのメダルっていうのをずっと目標にやってきたので、オリンピックの選考に関係なく今度の世界選手権でメダルを取りたいっていう気持ちはすごく強いです。